神社の拝み方ですが、まあ、拝殿、普通は拝殿があるわけで、ここは拝殿って言わなくて、拝殿の代わりに松田さんのご先祖さんが作った、江戸時代に作った社殿ですけど、まず最初に、大物の出身が出雲から、上がって出羽に行かれた時に唱えられたその祝詞を唱えます。あやにあやにえくすしくとうとう、天の御親の大神の御前におろうがみまつる。このとうとうというのは、尊いという日本の、古代の、言語です。とうとう、世界でも尊というのは貴重なという意味で使われますね。はい、次に磯の神神宮、物の部の、磯の神神宮、磯の神神宮の氏神は馬島町の御事、その親がにぎはやひ、二にぎの御事の兄ですね。大姫むちの息子、天の押し褒めみの子供、二にぎはやひの御事、フルとも言いますね。フルの御子と、その、御聖願文、ひふみのりと掃除をします。ひふみよ、いむなや、ことぼちろらね、しきるゆるつわぬそほ、たはくめかに。うおえにさりえてのますあせほれけ、ふるべゆらゆらとふるべ。この意味は、世の中を平等にしようという、止めるもの、貧しきもの、地位の高いもの、低いもの、いろいろ、皇帝ありますけれども、差別のない世の中を作るという大物神の、御聖願文、これが悲文のりと、仏教でいう般若心経に続いています。で、次に大祓の祝詞、これは特に水月と言われるように、8月、今でいう8月と、そして、ね、再年末ですね、12月に行うというのが、再年末、今でいうところは2月ですね。あの、要するに、ご飯の食べられない時期、こういう時期、罪のないようにするにはみんなで分け与えるという、この神々の教え、これが大祓の祝詞です。それでは掃除しましょう。高間の腹にかむずまります、すめらがかむつのかむろぎかむろぎのみこともちて、やおよろずの神たちをかむつどえにつどえたまい、かむはかりにはかりたまいてがすめみまのみことは、豊足原瑞穂の国を安国と平けく白しめせとことよさしまつりき、各よさしまつりしくぬちにあらぶる神たちをば、かむとわしにとわしたまい、かむはらいにはらいたまいてことといしいわね、きねたち草のかきはをもことやめて、雨の岩倉放ち、雨のやえぐも伊豆の千脇に千脇て、天下しよさしまつりき、各よさしまつりしよもの国中と、大山と日高みの国を安国と定め祭りて、下つ岩根に宮柱ふとしきたて、
高間の原にちぎたかしりて、すめみまのみことの水のみやらかつかえまつりて、雨のみかげ、日のみかげとかくりまして、安国と平らけく白しめさんくぬちになりいでん、雨のますひとらが、過ちゆかしけむ草草の罪ごとは、甘つくみつくにつつみ、ここだくの罪いでむ、かくいれば、甘つみやごともちて、甘つかなぎをも、元打ち切り、末打ち立ちて、ちくらの置き蔵に置きたわらして、甘つ菅草元刈り立ち、末刈り切りて、やはりに取り裂きて、甘つのりとの太のりとごとを乗れ。かくならば、甘つ神は雨の岩とと、押し開きて、雨の八重雲を伊豆の千脇に千脇て、きこしめさむ。国つかみは高山の末、引き山の末に登りまして、高山のいおり、引き山のいおりをかき分けてきこしめさん。かくきこしめしてば、罪という罪はあらじと、しなどの風の雨の八重雲を吹き放つことのごとく、明日の右り、夕べの右りを、朝風夕風の吹き払うことのごとく、大つべにおる、大船をひとき放ち、ともとき放ちて、大海原に押し放つことのごとく、落ち方の刺激が元を焼き釜の戸釜持ちて打ち滅をことのごとく残る罪はあらじと払えたまえ清めたもうことを高山の末引き山の末より柵なだりに落ちたげつ早川の瀬にます瀬織姫という神大海原に持ち入れなん各持ち入れなば荒潮の潮の八王子の八潮寺の潮の八ホワイにます早秋津姫という神持ちかかのみてむ各かかのみてば、いぶきどにます、いぶきのの主というか、峰の国、そこの国にいぶき放ちてむ。各いぶき放ちてば、根の国、そこの国にます、はやさすら姫というかみ、持ちさすらい牛のおてむ。各さすらい牛のおてば、罪という罪はあらじと、払えたまえ清めたもうこと、甘つかに、くみつかみ、八百万の神たちともに、きこしめせと申す。この意味は日本国最高機密という文献で検索なさいますと私の文献が出てきます大原祈りと現代語訳でもう出てきますのでご覧ください。やや早めに掃除しましたがゆっくりめでゆっくりめで唱えること息を閉ざさず絶やさずに唱えることが重要です。で、ひふみのりとの意味もひふみのりと現代語で検索なさいますと私の方がトップに出てきますのでそれを見て勉強してください。最後に、先見玉、くし見玉の、あら見玉、にぎ見玉、守り玉へ先あえ玉へ。そして四拍手、四拍手を四回やって、お唱えは終わります。それでは各自マスターください。